どうだ、跳躍にはなれそうか。めまいや餌付きは正常な反応だ。すぐに慣れるだろう。それは列車と相性が合うということだ。いい兆候だな。列車の資料庫に目を通したが、ヤリーロ6の環境は過去の数世紀で大きく変化したようだ。もともとは氷に覆われた惑星ではなかったようだが。ベルトさんはそう考えているのか。ああ、世紀が遭遇した空間阻害を考えるとその可能性は高い。暫定的な測定を行ったところ、星の表面のとある場所だけが相対的に正常な温度に近かった。だが正常とは言っても人間が何とか生きていける程度の温度だ。もし俺が事前に開拓の旅の調査地点を選ぶとしたら、間違いなくあの比較的温暖な場所を選ぶ。だろうな。お前が加わる前、姫子さんは美月がどこかに行くときは必ずベルトさんと俺を同行させていた。お前が加わった今、その役目から解放されるのは俺じゃない。したがって今回の開拓の旅の目的は、ヤリーロ6にある性格を見つけ出し、世紀に対する妨げを取り除く。そうだな、分かった。お前は先に美月を探しに行け。準備ができたらお前たちと合流する。どう？炭鉱と話してきた？ありゃ、炭鉱はいつもクールに振る舞っているからあまり気にしないでね。緊張しないで。うちと炭鉱は開拓のベテランなんだよ。うちらと一緒にいれば必ずお肉が食べられる。あの星で肉を見つけられることが前提だけどね。じゃあ出発の準備はいい？この星を見るとつい思っちゃうんだ。この世界を満たす氷はうちと関係があるのかなって。まあ考え始めるとキリがないんだけど。でもうちを封じていたのは六層氷と呼ばれる珍しい物質で、普通の惑星にあるわけないよね。正直ここが故郷じゃないことを祈ってるの。だって見るからに寒そうだもん。美少女は対等性が高いわけじゃないんだよ。どうした、俺の顔に何かついてるのか？ううん、今回どんな面白いことに3人で遭遇するのか想像してたの。この世界には災いが多く存在する。正確に遭遇して今はお前に心配されるとは。ヤリーロ6開拓招待、これより出発。着いたか、ヤリーロ6。全部雪だね。わずかだが俺たちには開拓の力がある。だから過酷な環境にも適応できるんだ。どこを見ても白一色なんだけど、どっちに向かえばいいの？座標によると目的地はすぐそこだ。よし、じゃあこんなところで立ち止まってないで早く行こう。
ね、雪上車も用意してくれないなんて、うちらの車掌さんってほんとケチだからさ。前の雪上車がお前のせいでどうなったのか覚えてるか？この話はやめとこう。俺たちはこの世界について何も知らない。一歩一歩慎重に進もう。大丈夫だよ、うちら三人で解決できないことなんてないって。あんたは性格を持ってて、うちには唯一無二の六層票がある。それから炭鉱はなんかよくわかんない不思議な過去を持ってる。うちらを相手にする人の方がかわいそうだよ。それは保証できないかな。行こう、勇気を持って未知なる世界へと踏み出す。これぞ開拓の精神。ここはまだ侵食を受けていないが、烈海が生み出したモンスターが逃げ出している。性格はこの世界にとてつもない影響を与えたんだろう。後悔しても遅い。怖くないよ。うちの出番。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。後悔しても遅い。誰かな。ついてないね。おい、隠れてないで出てきたら。そのままだと寒くて凍え死んじゃうよ。我慢したってしょうがないのに。どいてろ、美月。耳を塞ぐ者への一番の対処法は、目の覚める一撃を与えてやることだ。ちょっとお兄さん、雪に隠れていたからっていくらなんでも槍で刺すなんてひどくありません？あーん、でも皆さんが悪いわけではありません。僕が出てこなかったのが悪いのです。刺されて当然、むしろこうやって知り合えたのですから幸運かも。で、ジェパード様はどちらに？結構懇意にさせてもらってるんですが。誰それ？
おや、あなた方は青鎧じゃないのですか？それならそうと早く言ってくださいよ。同士討ちになるところだったじゃないですか。僕は散歩コースキと申します。お会いできて光栄です。いいお名前だ。鹿と胸に刻んでおきます。それにしてもこんな雪の中で生きた人間に出会うとは。近頃は商売も厳しいですが、僕は横取りしたりしませんのでご安心ください。財宝はたくさんありますから、みんなで儲けましょう。あ、僕も仲間に入れてくれませんか？確かな情報を持ってますよ。シルバーメインの主戦力が前線に派遣された今こそ絶好のチャンス。ひどい。僕を信用していないのは分かりますが、ここまでとぼけられるとは。分かりますよ。同じ商売をしている者同士、警戒されるのも無理はない。親切にしてしまった僕が悪い。こうして出会ったのも何かの縁。知りたいことがあれば何なりとお聞きください。僕の知る限りのことをお答えします。でも手短にね。シルバーメインに気づかれてしまいますから。難しい言い方をされますね。要するに人が集まっているところでしょうか。外を歩いても見つかりませんよ。この世界で人類が住まう場所は我々の敬愛するベロブルグのみです。孫悟の都、永吉の城、人類が寒波に抗う最後の砦。仰々しく聞こえるかもしれませんが、全て事実です。人類はこの鉄壁の中でしか生きていけませんから。僕ですか？あなた方に驚いたからですよ。この辺りで古代遺物を手に入れて一儲けしようとしていたんですが、あなた方が騒がしかったのでシルバーメインが来たのかと思ったんです。お願いですから、次からはお静かに。あなた方と出会ってもシルバーメインは雪に隠れたりしません。牢屋に入れられますよ。本当に？シルバーメインはベロブルグの軍隊、執行者、警察、融通が利かない連中で、僕たちのような商人の敵です。はあ、本当に新参者でしたか。これほどの初々しさ、見捨てては胸も痛むというもの。こうしましょう。僕は一応あなたたちの先輩ですから、ただで指導して差し上げます。この仕事には守るべきルールがたくさんある。潜入にも、商品を探すにも、値段を見積もるにも、シルバーメインから逃れるにも、そのすべてに技術が必要ですからね。そこまでは必要ないよ。それよりうちらを町まで案内してくれないかな。道がよくわからなくって。町？まさかこれで帰るおつもりで？まだ今日の営業を始めていないお嬢さん、道案内は結構ですが。ですが僕は心優しい散歩と呼ばれるくらい人助けが大好きなんです。さあ我が友よ、僕についてきてください。もちろんシルバーメインに見つからないよう声は抑えめでね。ところで、なんでシルバーメインを避けてるの？それは古代遺物をいくつか頂戴しただけで大したことはしていません。攻めるなら、あの頭の固い執行者たちを攻めてくださいね。ところで、
皆さんはどちらのご出身ですか？よからぬ意図はありません。新たな友に興味があるだけで。嫌なら言わなくても結構。7つ目のルールは足跡を残さないこと。僕だけの隠し技なんですけど、雪に痕跡を残さず追っ手を振り切ることが。これは？おっと、先ほど話したシルバーメインのことを覚えていますか？こちらの方々がそうです。手を貸してください、友よ。捕まるのはごめんです。容疑者とその仲間を発見、すぐに逮捕しろ。チャンス。争いに意味はない。ここは任せた、友よ。ちょっとあんた、怖くないよ。誰かな。始めようか。騒ぎを起こしたくはない。怖くないよ。生死虚実、一年の同点原型、勝負一角。それ、うちなかなかやるじゃん。即戦即決で行こう。私はジェパード・ランドゥ、シルバーメインの受衛官だ。速やかに無意味な抵抗をやめろ。わけわかんない散歩にやられてムカついてるところなのに。容疑者め、抵抗をやめて降伏しろ。犯人扱いされてもっとムカつく。全ては星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。誘ってないけど。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。礼儀がなってないわ。誰かな。集中しろ、恐れることはない。後悔しても遅い。生死虚実、一年のマナリ、同点原型、勝負一角。はっ。それついてないね。始めようか。はっ。逃がさない。騒ぎを起こしたくはない。
竜これで終わりだ。青髪の主犯は？申し訳ありません、長官。見失いました。足跡も見つからず。構わない。仲間を捕らえた以上、主犯もそう遠くへは行っていないはずだ。必ず行動を起こすだろう。待ってても一生来ないよ。かばってるわけじゃないよ。本当に仲間じゃないんだもん。躊躇なくうちらを見捨てたの、あんたも見てたでしょ。せっかく手を貸してあげたのに、うちらを利用するなんて。信じたうちがバカだった。私は自衛官で、仲裁人ではない。ベロブルグの市民として君たちには自らを弁護する権利がある。だが、それも喧騒者たちの目前で行うこと。今ではない。連行しろ。でもうちらはベロブルグの市民じゃない。写真？あ、頭いいね。ナイスアイディア。まだ自分たちの星の姿も知らないでしょ。うちらが撮ったヤリイロ6を見せてあげるよ。この白い球体が、ここ、俺たちが住む場所なのか。なんという。遥か昔はよく天外より来訪する者がいたと聞く。しかし寒波が発生して以来、吹雪を越えてベロブルグを訪れる者はいなくなった。しかしこの者たちは。これはもはや我々が判断できることではない。彼らの言葉が真実ならば、どうするか決められるのは大守護者様のみ。この者たちを大守護者様のところへ導くのが私たちの使命だ。よそ者よ、ついてくるがいい。ベロブルグはこの吹雪の先にある。ようこそ、ソンゴの都ベロブルグへ。寒くなくなってきたね。君たちが今立っている地はベロブルグ。人類が寒波に抗うための最後の砦だからな。最後の砦？はあ、700年前、天外より現れたモンスターが星を燃やした。その頃の大地は焦土と化し、至る所に溶岩と煙が満ちていたという。そんな存亡の危に瀕した時、突如として寒波が訪れた。連綿と続く吹雪が侵略者の軍団を滅ぼし、残るはベロブルグのみ。堅強な喧騒者たちがこの町を築いた。孫悟のクリフォト様のご加護のもと、ベロブルグは風雪に侵されてもなお永遠に暖かいままである。変な話し方。もともとが彼自身の言葉ではなく、何かの書籍から引用したものなんだろう。そっか。じゃあなんでうちらにこんなこと話すんだろう。君に聞かれたからだ。